どうも、黒さんです。今日はめんどくさいという感情はなぜ起きるのかというテーマでお話ししていきます。世の中は本当にめんどくさいことだらけです。常識、ルール、こうあるべき大人としての振る舞い、職場の人間関係とか、もう本当に世の中めんどくさいことだらけです。でもめんどくさいな、動くのだるいな、考えると疲れるなって言ってても仕方がないので、今日はめんどくさいをなくす簡単な方法をお伝えします。まずめんどくさいと思う人の特徴は考えすぎているからです。あー、今日も仕事か、なんかやることないかな、あー恋人ができんな。人は考えすぎるとめんどくさいという感情が生まれてくるんですね。でもね、これは仕方がないことでもあるんですよ。なぜなら人は1日6万回考えてると言われていて、そのうち 95% は昨日のことを考えて、 80% はネガティブなことを考えていると言われているからです。で、さらに心理学でネガティビティバイアスという言葉があって、これは人はポジティブなものよりもネガティブなことの方が強烈に記憶に残りやすいというものです。職場で怒られたことっていつまでも覚えてませんか？何回もこういうこと言ったでしょうとか、一度言ったことを覚えれないのとか、職場で怒られたことって案外いつまでも記憶に残ってますよね。これはつまり、人は10回褒められてもたった1回けなされたら、けなされた方が強く記憶に残るということです。で、またネガティブになる、で考え込む、でめんどくさいと感じるようになるという、このサイクルが生まれてくるんですね。じゃあどうやったらめんどくさいという感情はなくなるのか。それは考えないことです。めんどくさいという感情を取っ払うには、もうとにかく考えないことをおすすめします。で、現代は情報化社会で、自分に必要ない情報が目や耳に入ってくるので、いろんなことに気が散って考えすぎる人が多くなっています。けど先ほどもお伝えしたように、人は考えすぎるともうめんどくさいっていう感情が生まれてきます。なので今日はとっておきのめんどくさいという感情を簡単にやっつける対処法をお伝えします。それはまず最初に決めることです。とにかく決めること。例えばダイエットをするためにジョギングを始めるとします。運動するために用意するものもあると思うんですが、最初のステップは玄関に行くことです。で、夜寝る前にランニングウェアを用意した、靴も用意した、で明日は玄関に行くぞと、玄関に行くことだけを決める。で、起きたら何も考えることなく玄関に行く。そしたら運動用の服も着てるし、靴も履いて玄関に行けば、あとはドア開けてジョギングをすることだけなので、まず最初にやることを決める。これぜひ実践してみてください。で、人ってあらかじめ決めておかないと結構ダラダラする生き物なんですよ。で、僕はめっちゃめんどくさがり屋なんですよ。あらかじめ決めておかないと動かないタイプだから、 YouTube も定期的に週に何本っていうのを決めていたり、読書も毎日何冊読むとか決めておかないと僕は動けないんですね。でも最初にあらかじめ自分自身がやることを決めておけば考えなくて済むんですね。で、それを少しずつ続けていけば習慣化もできるようになります。なので今あなたがめんどくさいなぁとか思ってることがあれば、一旦考えずに最初にやることを決めておく。するとごちゃごちゃ考えずスッと行動ができていくんですね。あれこれごちゃごちゃネガティブマイナス、頭の中に自分の幸せを邪魔するものがあるとしたら、それは必要でもなかったりするので、何も考えず行動してみる方が学べるものが多かったりもします。なのでめんどくさいと思ってることはまずやることを最初に決める。これをぜひ実践してみてください。あとこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。